放っておくと頑固な汚れへと進化、さらに放っておくと錆へとつながりかねません。汚れを溜めてはいけない。ご覧いただきありがとうございます。ショービド時計店ゴーダです。時計を販売したり、時計の情報を発信したり、時計を作ったりしています。よろしくお願いします。今回の動画では防水時計の洗い方、こちらについて解説していきたいと思います。まあ、今からですね、まあ、今からと言いますか、もうすでになんですけれども、汗をかきやすい季節となっています。知らず知らず時計というものは蓄積されていくので、いつの間にか汚れていってしまうわけなんですが、まあ、その主な原因としては人体から出る赤、まあ、つまり汗をかきやすいこの時期は余計に出やすいということなんですけれども、放っておくと頑固な汚れへと進化、さらに放っておくと錆へとつながりかねません。今回の動画では防水時計の洗い方、こちらについて解説していきたいと思います。またですね、ブレスの方に関しては超音波洗浄機を使用して洗っておりますので、最後までこちらもご覧くださいませ。よろしくお願いします。ショービド時計店日曜日勉強会。はい、それで今回は防水時計の洗い方、こちらについて、実施もしていきたいと思います。またですね、革ベルトをお使いの方、こちらに関しましては、時計の革ベルトが少しでも長持ちする簡単メンテナンス、以前の動画でこちらも紹介しておりますので、ぜひご覧ください。はい、それではですね、まず、まあ、これはもう革ベルトもステンレスも、ステンレスといいますかブレスレットも同じことなんですけれども、汚れを溜めてはいけない。まずここをですね、第一に言っておきます。これはもう防水でも非防水でもそうなんですけれども、はい、頑固なですね、汚れっていうのはいずれ錆の原因となるので、新品と同じ状態まではいかないまでも、まあ、日頃のですね、ちょっとしたメンテナンス、本当にちょっとしたもので、その頑固な汚れを防ぐことができるんです。こういうことをですね、するかしないかで10年後の時計の姿というのが大きく変わってきます。日常的にこまめに洗うことをお勧めします。はい、防水性能ですね。次、気にしたいところは、今回は防水性能がテーマなんですけれども、まずお手持ち、まあ、洗いたいと思う時計の防水性能をまず知りましょうということで、まず時計がお手持ちにある場合はですね、文字盤、まあ、これですね、文字盤もしくは裏蓋に防水の表記があるかな、ないかはきちんとチェックしておきましょう。基本的に表記がない場合は非防水とかですね、それなりの防水性能と思った方がいいです。やはり、きちんと20気圧以上のもの、まあ、10気圧ぐらいからですかね、ちゃんと書かれていたり、裏面に刻印されていたりするので、そこは必ず見ておきましょう。10気圧というふうに、まあ、日本語で書かれてはいないんですけれども、10バール、まあ、BAR と書かれていたり、ATM というふうに書かれていたりするので、そこはですね、気をつけてください。また丸洗いする場合は必ず20気圧以上でやることをお勧めします。10気圧の場合、水が浸水する可能性もあるので、直接水に触れること、まあ、水の中に入れることはお勧めしてません。なのでその場合は必ず20気圧以上の時計で洗ってみてください。はい、それではですね、そろそろ時計の方を映しながらお話をしていきたいと思います。それでは今回ご用意したのはこちら、いつも使っているフォルティスの B42 コスモノとクロノグラフ、こちらのブレスレットを外した状態となります。まあ、このようにですね、僕はあえて2ヶ月ほどあまり洗わずに、まあ、このレイとして置いてみましたが、やはりですね、かなり、はい、汚れがですね、このブレスの隙間に入ってしまっております。これはですね、もう洗いがいがあるレベルかなというところなんですね。ちなみに、まあ、暑い季節というのは僕は、まあ、ブレスレットはいいんですけれども、今現在こちらの商業オリジナルウォッチもブレスレットに変えましたので、今回はこちらナイロンベルトに変えております。まあ、後ほどですね、本体も洗うので、まずベルトを外しておきましょう。はい、ベルトを外すとですね、やはり本体の方にもこのくぼみのところに汚れが溜まっちゃったりしてるんですね。これをきちんと落としていくわけなんですけれども、まあ、この横に見えるのがですね、超音波洗浄機、
こちら超音波洗浄機なんですが、こちらにではブレスをまず洗っていこうかと思います、ね、ブレスもですね、細かい、これは弓管のパーツなんですけれども、弓管のパーツをまず入れまして、あとはブレスの方も入れるんですけれども、僕はよくやるやり方としてはですね、稼働する部分は全て開いておくというふうにしております。なので今このエクステンションもきちんと出した状態、全て丸出しの状態でこの水につけて、ではスイッチを押してみたいと思います。はい、こちらはですね、今10分洗っております。まあ、10分間ですね、このままぼーっと待つのも暇ですので、じゃあ今の間に時計本体を洗っていこうかと思います。それでは本体を洗っていこうかと思います。まず用意するものがですね、こちらの歯ブラシ、まあわざわざ使い古しを使うのもありなんですけれども、僕はもう100均で用意してます。まあ、それぐらいのものでも十分洗えるレベルかなと思っております。はい、このようにですね、先ほども見せましたように、こういうふうに汚れが溜まっております。まあ、これしつこい汚れになるとですね、また取り方が変わってくるので、このように爪楊枝であったりとか綿棒、こういうのも使いようがありますし、非防水の場合はこういったパーツを使えばいいんですけれども、まあ、今回防水なのでダイレクトに水につけながら洗っていこうと思います。はい、まあ、これが防水時計の魅力ですね。おっと、ちなみにですね、僕のこちらの時計は防水性能が強くはありませんので、一旦外しておきましょう。基本的に時計を水の危険にさらさないようにしながら洗っていくのが一番いい方法となります。はい、それではこの歯ブラシでね、おもむろに洗ってあげると、まあよっぽどこびりついた、まあ、というか数年経った汚れでない限りはですね、ある程度洗うことによって大体押してくれます。まあでもそれでも場所によってはしつこい汚れもありますので、きれいに磨いてあげましょう。まあ、人間の歯と一緒でですね、隙間隙間にいろんなものが入り込みます。でこの入り込んだ赤というのは固まっておいおいですね、錆の原因になっていくわけなんですけれども、溜めなければある程度これぐらいでさらっとでも結構落ちてくれるんです。落ちてくれるんですけれども、まあ、まだまだなので、洗っていきましょう。一旦やりだすとキリがないです。まあ、ちなみにですね、洗う時の注意点としては、今これはもう洗面器に水を張って洗ってるわけなんですけれども、やめた方がいいのはお風呂場ですね。お風呂に入りながら洗うなんて方も聞いたことあるんですが、それをするとですね、内部のパッキンとかが変形してしまう恐れもありますので、お湯というかお風呂は避けて、もしお風呂でやる場合でも、自分自身はですね、もうお湯につく入りながら、洗面器に水を張って洗うことによってまだ危険度は減りますので、そういう風にしていただければと思います。はい、もう なんだかんだ言ってそんなにしつこい汚れ溜まってないかなと思ってたらですね、はい、このラグの裏側にありましたので、ここも拭いていきます。でこれでもですね、届かない部分、これが届かない時にですね、初めて爪楊枝の出番がやってきますので、まあ、それまではゴシゴシとひたすら磨きましょう。やはりこのネジのこういった隙間なんかにも入り込みやすいです。いつの間にかね、知らぬ知らずの間に汚れは入っていくものなの でちなみにこの時計、僕はですね、1年前ですか、まあ1年まだ経ってないんですけれども、メンテナンスもして、その時にメーカーできちっと掃除の方もしてもらってますので、そこまでしつこく汚れてはないですが、やっぱり毎日使ってくるとある程度汚れもきます。で防水時計といえどですね、このようにクロノグラフの場合、まあ、フォルティスはねじ込み式ではないので、ねじ込み式の方は必ず確認しておきましょう。しまっていることが前提です。で僕の場合はこれいつでもねじ込み式ではないで押せるタイプなんですけれども、この洗う時は押さないようにしましょう。やっぱりわずかながら水分が中に入る可能性があるので、ボタンとかは一切操作しないように、できるだけ触れずに洗っていくのがベストなやり方となります。
もう結構な感じで汚れが落ちたんじゃないでしょうか。はい、少なからずプカプカと浮いてますね。まあ浮いてるか中に沈んでますね。はい、こんな感じで磨けました。まあ思ったより綺麗だったので、早かったです。それほど日頃からですねメンテナンスで洗うべきというところなんですけれども、防水時計のいいところはですね、このように実際ダイレクトに水につけて洗えるところがメリットなんです。やっぱこれが非防水の場合はですね、気を使わなければならないので綿棒とかを湿らしたりして、まあ、拭いてあげるということができるんですが、このようにおもむろに洗えるのはとても便利です。やっぱりダイバーズウォッチが人気な部分はこういった理由もあるんでしょう。はい、ある程度洗いましたので、では本体の方は一度拭きましょう。まあ、水分はですね必ず切っておく。でもし保管する場合なんかもですね、きちっと水分を取っておかないと後のですね錆の原因とかになりますので、はい、裏蓋も割と綺麗に仕上がりました。まあ、なんだかんだって5分もかからず、はい、磨きましたね。でこれがですねしばらくやってない、まあ、年がつくほどもしくは年以上ですね放置しておいた場合は、これぐらい簡単には汚れはのかないこともあります。まあ、この汗のかく量にもよりますので、僕みたいにこうつけているタイプ、常時つけているタイプはですねやはり汚れやすいです。まあ、最近はジムに行ったりするときにジムの前後はもう時計を外しているので、まあ、ベルトが汚れる原因しかなりませんから、まあ、外しておいて終わってからまた着用するというふうにしているんですけれども、はい、このような感じである程度磨けました。はい、それでは超音波洗浄機が完了したのでブレスレットを取り出しましょう。取り出してですね、一度水の方へつけてみます。はい、もうこの洗面器もですね最初はまっさらな水だったんですけれども、本体を洗ったのと、まあ、このブレスレットを入れただけで多少の汚れがまた出てきてますので、こんな感じで汚れというのはですね知らず知らず溜まっていくんです。ではこちらもですね最後の仕上げということで、拭いていこうと思います。まあ、けどですねこの時点で、だいぶ落ちてくれてはいます。まあ、このようにやっぱり細かく残ってるんですね汚れというのは。まあ、そのあたりをこのブレスレットや歯ブラシで磨いてあげると。まあ、あの先ほどですね新品の歯ブラシで、まあ、こう100均なんかで今ありますから、まあ、いいと言ったのはですね、人の使い古しの場合ですとどうしてもこの毛先が曲がっていたりします。でそうなるとですね人間の歯が磨きづらくなるように時計も磨きづらくなってしまうんです。なので、まあ、できる限りはですね新品の方が、まあ、より高い精度で磨けますよと。まあ、このようにですねやっぱ頑固な汚れというのはまだ残ってるんですね。そこを頑張ってあとは人の手でのけてあげましょう。はい、こうさらっとやるだけでもねこんだけ汚れが落ちます。で忘れないのはその、はい、こちらのですねブレスレットの内側もきちんとやりましょう。ここも汚れがよくたまる場所なんです。で折りたたむのでそのままになっちゃうんですけども、きちんと稼働するところはすべて開いて磨いてあげましょう。だいぶ綺麗になりましたね。たった2ヶ月でこのありさまです。ある程度完了したら、布できちんと水分を拭き取りましょう。やはり水分は溜めておいていいことはないので、拭き取ってあげることをしてください。いかがでしたか。あのように洗うことによって、汚れというのは落ちていきます。間違っても非防水の場合は絶対にやらないように、それをやってしまうと、中に気泡が入ったりとかですね、まあ、気泡といいますかなんか湿気できたりとか、あっという間に時計は劣化しますのでそこはぜひご注意ください。あとはですね、先ほど僕は本体は外して洗ってました。今回たまたまベルト交換してたからという理由ではなくて、超音波洗浄機に本体をかけると
この水の分子と分子がですね、細かく結合してこの時計の内部に入ろうとしてきます。でそうなった場合はですね、少々の防水性能があっても全然効かない時がありますので、本体はあくまでも入れないように、まあ、このすごく振動といいますか、そんなのも来ますので時計にはあんまりよろしくない振動かなというところで外しておいた方がいいです。あくまでも時計は本体は本体で別で、ブレスはブレスでというふうに別で洗うという概念を持っておくことをお勧めします。まあ、お勧めと言いますか、そうしてください。あの故障の原因です。はい、前にそれでね、僕も洗ったことあるんですけれども、壊れなかった時計というか、まあ、変に精度が狂ったりしてたんですよ。全く影響がなかったのはビクトリノックスのイノックス、あれだけです。なのであれはやっぱり頑丈さを売りにしますし、まあ、クォーツっていうのもありますけれども、はい、機械式時計はまずアウトなので、それは人の手できちんと汚れを取ってあげてください。はい、それではですね、今回の動画は以上となります。また先日、ショールドオリジナルウォッチを買い上げのお客様ありがとうございました。やはり42ミリバージョン、これがですね、僕はもう44ミリとかこの大きいサイズなんですけれども、たった2ミリで全然印象も変わってくるんですね。まあ、ユニタスムーブも使っているのである程度でかいんですが、はい、人気のタイプになってきております。はい、ぜひですね、まだまだいろいろ進化し続けている時計なので、ちょくちょくサイトの方もご覧いただければと思います。はい、それでは今回の動画は以上となります。こちらの動画が参考になりましたら、高評価であったりチャンネル登録であったりコメントもお待ちしております。それではありがとうございました。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。代表こと川村です。来週8月8日時計に関する日曜日勉強会は、秒針止め機能、ハック機能がない、ついていない時計の秒針の合わせ方という、 YouTube の検索でも探されないようなニッチなお題です。現行の時計、通常ではリューズを引くと秒針が止まるハック機能が備わっているのですが、ハック機能がない、ついていない、ショービドのオリジナルウォッチや懐中時計など、お買い上げいただいたお客様からお問い合わせが多い、秒針を合わせる方法がわからない、というような内容から今回のお題にしてみました。私は時計屋の娘として生まれて、40年。大雑把な性格もあり、秒針まで気にしたことが全くないので、合わせたいと思ったことがないのですが、ゴーダは私と真逆、こういうお題は大好きです。ぜひご覧ください。